キアサージ級戦艦はアメリカ海軍の戦艦の艦級。ネームシップのキアサージはアメリカ海軍の戦艦において唯一州の名が命名されなかった艦となった。主砲である13インチ15口径連装砲の砲塔の上に8インチ35口径の中間砲を2回式に積み上げるという他国には全く類のない配置を取った。この方法によれば副砲にも 手法と同じ広い社会を与えるとともに8問の、砲塔が4問で済むため重量からも、範囲数からも著しい利益がある。また火薬庫の防御を十分にでき、居住区も広く取れる。欠点としては、中間砲発射時に手法に対して、爆風の干渉がある、中間砲が手法と同じ目標しか試行できない、砲塔が重くなり動力装置が複雑になり、故障しやすい。 中間法の溶断装置が問題となるなどがある。他国はうまくいくものかと全く追随せず、アメリカ海軍でも議論百出となったが、利点を見て欠点は我慢することとした。実際の運用でも欠点が露呈したが、アメリカ海軍は解決を技術に求め、改良してバージニア級戦艦で再び採用した。これもうまくいかなかったが、しかし試行錯誤の中で、 後部砲塔を全部砲塔より高い位置に置くとともに、前方の後景を統一すべきとの結論に達し、現代でも砲を搭載する限り最適の配置とされる、統一された大後景手法をすべて中心線上に背負い式で持つという条件を、世界に先立って満たしたサウスカロライナ急戦艦へとつながった。本級はチーズボックスと呼ばれた小砲塔を装備した最後の艦級であった。 これらの砲塔は南北戦争時にジョン・エディクソンが設計したモニター式砲塔の直径子孫とも言えるものであった。これらのチーズボックス砲塔はその後部に砲が装備され、砲の行革を得るために大きく脆弱な開口部が要求され、砲の最大行革も制限された。本級以降の艦では箱型のイギリス式砲塔が採用され、防御がはるかに容易で、 法律的に行えるようになった。本級2隻はワシントン海軍軍縮条約の結果削減されることとなり、1番艦、キアサージはクレーン船に改造されて1955年に除籍されるまで使用され、2番艦、ケンタッキーは廃棄されることとなった。ありがとうございます。